日程第4、議第81号を議題とし、各常任委員長から審査結果の報告を求めます。まず総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果をご報告いたします。当委員会に付託を置きました案件は、議題81号令和5年度森山市一般会計補正予算第5号、分割審議として、第1条、歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部以上、予算案件1件でありました。本定例会議休憩中に、当委員会を開催し、理事者側より副市長をはじめ、関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重審議の結果、議題81号は賛成多数ので、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に環境生活都市経済常任委員長の報告を求めます。環境生活都市経済常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果をご報告いたします。当委員会に付託を受けました案件は、議第81号令和5年度森山市一般会計補正予算第5号分割審議でありまして、第1条歳入歳出予算の補正のうち歳出全部以上予算案件1件でありました。本会議休憩中に当委員会を開催し、理事者側より副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重審議の結果、議第81号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの環境生活都市経済常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、各常任委員長の審査結果の報告に対する質疑を終結いたします。